ラサチアスは台湾の実業家。かつてジャイアントマニファクチャリング執行長を務めていた。1949年中華民国浙江省、甲州市で出生。幼少時に両親と共に台湾に移り、国立新築高級中学、国立台湾大学小学系卒業後、中華貿易開発講師で海外貿易業務に従事。 25歳時の1973年、前年に、設立のジャイアントマニファクチャリング当事長で同郷の実業家だった、劉金氷の誘いで同社の副総経理に転籍。総経理、執行長を歴任する。締め着家と国民から呼ばれる、劉の弟分という意味で、安定という愛称で知られている。当事長の劉と二人三脚で、創業時は、 従業員30名程度の中小企業だったジャイアントを文字通りの世界的巨大企業へ成長させた技術者タイプの竜が主に開発 CSR を外交的で英語も堪能ならばマーケティング面を分担ジャイアントブランド確立に携わり現場では社員の製品開発を販売面から後押しし自社製マウンテンバイクのフルサスペンション搭載モデル マエストロやその後継型、トランスなどを送り出した。製造業での中国の台頭を見越し、いち早く低価格品の中国大陸での生産と、自国生産品は炭素繊維フレーム採用などの高級化を打ち出すと、共にメリダインダストリーなど、国内の同業他社をも巻き込んで、国産ブランド推進のための財団法人、台湾自転車産業連盟を2003年に設立。 初代会長となり、退任とともにその役割を、後ろ身の台湾自転車輸出公開に引き継いでいる。2016年末で、ジャイアントの CEO 職を退き、竜とともに党ごとに、台湾の財団法人自転車新聞書き金会では、竜とともに、現在も共同会長職を務めている。ジャイアント在任時から竜とともに、公共シェアサイクル、 行尾家の普及に熱心で、らはこの事業について、当初は竜と共に遠うこと会で、反対の立場だったが、その後の成功を受けて、目先の利益を負わないと述べている。近年は、日本の島並海道を擁する愛媛県他の四国地方や、琵琶市の滋賀県に出向くなど、以後も竜に代わり、国内外での自転車文化の啓蒙、サイクリング文化発展の助言を行っている。 父は中華民国国軍の軍人で台湾に渡航後は母と共に教員を務めた。夫人は台湾の飲食店経営者。第一子出生後、家族で自転車監視を何度か行っている。ありがとうございます。